ベスト4行ける準備はできてますか？じゃあ行こう。レディーファイト。Hey, your life!バックボーン、フットの味が出る。このカルチャーはジャンルは問わず、ディグするべきは己の中。リリックに映るはどうあったか、どうあるべきかならスタイルで、舞台の子バチなら伝えるすべ。クラタイムシーには敬意を払って、うまいとこだけ食らい尽くせ。俺は苦いとこも全部食い散らかす。そして全員を殺してワンマイクで上に上がるんだよ。いや、さっき遊びってお前、俺は仕事でもね、楽しんで勝つが一番いいんだよバカ。いや、最初 CM さんも言ってたろ、今日楽しんだもん勝ち、お前は死んだ方がいい、俺の勝ちで決まりだよ。いや、強い奴らを倒したからこそ殺すんじゃなくて背中に背負って頂点に立つ。死んだ方がいい奴なんて誰一人もいねえぞ、まだバーン。そんな仕方もないぜ、ヘイ、ピースからマイナスする人差し指、神戸に来たなら恥さらし。仕方ないぜ、ヘイ、意味もないようなことばかり言ってるけども、俺自身からあげる自信、お前のバイブスもっと響かしてみろ。いや、俺はバイブスを響かすよりもインデコ前ここをカットにする。わかるか、いい拍手、輝く金閣寺、あは。いや、わかるかよな、俺は辛いことあったけど中指なんかなしで幸せになるんだぜ。この意味わかる？一本線、棒線一本、いや、同線ヒップホップ、分かってない俺が上に行くの。いや、この違いがわかるかってな、さっきからずっと否定ばっか、俺は肯定した上で上回る、そしてここで踏む。いや、俺が否定してんのはお前がダッサいから、仕方ないぜ。そういう MC 意味もない、俺は仲間にはピース、ワックには中指、知らねえやつにはパンチない。えいよ、腹に一発決めろ、その辺がバカなやつさ、意味ねえぞ。お前ももっとかっこよくしてやるから、神戸バンポ遊びに来な。なんかずっと地元言ってるけど神戸なんかなし、京都が優勝する、京都から東京までな。わかるかよこの意味か。いえ、確かにワッカーだとしても、あなたはラッカーして頭にワッカー。はてなんだよこのパフォーマンス、俺は言葉だけで戦うんだよ。わかるかこの意味か。ずっと俺こうやってやって、クソだステースをヒップホップクソが来ても嘘はねえぞこの言葉にな。これは難しいジャッジだな。はいはい、でも決めなきゃいけません。レッツジャッジ。青青赤翔太森関流。いやー、おもろかったー、いやー、1本目からね、森月龍くんはさすがやなっていう。ただあのシャウトの時にね、遊びでマイク握ってんちゃうからって、そのスタイルで行ったらキラリンゆらりとこうあのユーモアで帰ってくんぞって、ね、俺もドキドキしてたんですけど、そのね、キラリンのあのユーモアさが3本目しか出んかったかなっていう、もうちょい1、2本でも出せれたら均衡してたかなっていうふうに思いましたね。ナイスバトルでした。あの、僕お母さんにわがまま言ってここに連れて来てもらって、多分これ最初で最後の現場になって、次来るとき大人だと思うんで。でもしっかり見てもらった方がいいと思う、お母さんに。誇れるべき今日だったと思うよ、めちゃくちゃ。ありがとうございます、お母さん許したってください。お願いします。よろしくお願いします。ということで、お二人で大きな拍手を。 Yeah! Ready for it! Hey, 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 誰のためって誰のために生きる、今だてめえの言葉てめえで決めろ、いけた言葉のぎすまして俺も止まらないぜ、研ぎ澄ました言葉だから日本と俺なら日本語、日本語をレープし、すべてどこまででも飲み込む、ああ飲み込むらか渦巻き、雑魚のビチがうるさい、俺はマジ止まらない、いけた言葉それでくくるのみのみ、オンリーオンリーロンリーから、隣にはホーミーたくさんいるから変わらない、いけてる行動を知ってるライフ、なんだっけこいつが止めれない、早口ビタグチャした、それで何それ言っちゃう意味がわからない、お前のバースじゃそうやって早口ばかりやってるだけ、わかるかお前らの本命だったらこの場所で音で落ちた、舌が走ってもさ転げ落ちた、わいマジでくだらないぜそういうことばかり、お前のラップ本当のスキル俺が見せてやるよな、わかるか俺もお前もさっき言ったオリジナルだけど、今夜リアル大阪の土地にある。じゃあ逆に聞くけど、熱いラップしたから何、マジで意味がわからない、ファキラビチは帰りなさい、あ
そうだよ転げ落ちた。俺は一回何度も負けてきた。だからこそ弱者のペインだ。弱音を壊せ。ああ俺のやることならいつも変わらねえ。胸を張れねえ。それじゃダメだ。だから胸を張ってる。勉強はできねえ。仕事図鑑ダメな息子でも生きていける道がこれだって証明する。わかる。生きていける道。そしてお前がもともと弱者。それでお前が今日取りたいっていうプライドがあるなら、まあこれもお前と俺スタンスの違いだな。俺はそれも口に出さずにただスキルで証明する。それがわかるか。お前はそれができないから言ってるだけだな。マジでくだらないことばっかり。マジでくだらないぜ、yeah、それがわかるか。俺がライムだけ。ふざけんな。オールラウンダーフローだけの前勝負なるんか。ライムなんて言ってない。熱いラップしたから何って言ってるだけ。ああスキルで証明、証明してるからここなんだけど。お前よりもイケたラップしてる。サウンドカウンレペゼ全てを飲み込んでいる。ああキューキュー、ああアンチテーゼアンテとかインスタ必要ないこの道。ああがああなやったね。花咲かやり方わからねバカバカ。イエーアンイエーイケてる言葉。1回目の失敗さうさい。2回目は外さない。俺に任せろ間違いない。俺はそれじゃ甘いぜ。俺とお前またく覚悟ちげ。俺がお前に一つ教えといてやるから。わかる。ここでかますのみ。そして前面と集合の地。俺にとっての証明は優勝のみ。それができないラッパーなら興味がないから。お前もいけた MC、 俺もいけた MC。 そして積み上げた一日。そして地道に日々はギリギリだけど、ここでするぜバースキッキー起こす地響き。終了。行きましょう。レッドジャッジ。赤赤赤翔太郎ロー。いかがでしたか今の試合。いやもっと見たかった。いや2人ともあのサーとかもそんな全然なくて、ただもうなんていうかな、スタイルウォーズの戦いなだけっていうね。さすがロンロー君、今回もあの気持ちいいところにライムを置いて、でもあの細かいビートアプローチとかちょっとずつ変化もあって、あの3本ずっと一緒のフローっていうのもなかった風に思いましたね。負けちゃったスザック君もそんなに差ないんやけど、俺的に2本目熱さで返すんじゃなくてクールにあのフロー出してれば分からんかったんちゃうかなっていう風に個人的に思いましたね。ナイスバトルでした。まだまだ本戦までかますのみです。はい、関西大会決勝戦決める準備できてますか。決める準備できてますか。よっしゃ行こう。発祥戦3本勝負。 DJ パナソニックオンダーワンツーレディーファイト。システムカモ平凡からの警告。15の夜蹴飛ばしバックメイクモア変拍子アレグロ性格のフローソウルを書き留めるテニテニフォー。まず行くべき道を示す前提。バイウスとライブでガリオン転生。本湯は待つから常に配布。目の前の景色を変えるワンデイ。目の前の景色常に変わってお前ともやれて最高だから。俺が三重から来たダークホース盗んだ盗塁にバックホーム。それができる意味わかるか。俺はスティールじゃなくディープな音。俺はあんたのこと大好きだよ。だけどここで勝たなきゃ何も変わらねえ。あんた殺す愛の片割れ。俺も11年間サッカーやって公園でボール切ってたのに今は公園でスピーカーバスを蹴り続けた先に俺たちがいる。あの日から何も変わってないんだよ。気持ちは全てこのステージ上即席が生み出したもの。数を増やしていった現場の数。俺は1を100にするんじゃない、100を1で凝縮する MC。 それは間違いない数字だけど俺のスキルは数字では計り知れない。それがわかるか。お前がサッカーやってた。じゃあ4番でエースでセンスペナントレース。青コーナーホールドゲーム。それがわかる。お前に教える。クールだが本の上のバイブス。わかるか。バイブス内に秘めてる。もう決勝内に秘めてる。内に秘めてるだけじゃダメだぜ。ステージ上さらけ出せよ。お前もアーティストだろう。芸術ってやつは自己満の延長。てめえの意を他人に押し付けろ。それが重要だからこそ V4。 あの日の連投いやバット、それはもう抜刀してカット。2枚の皿の上に盛り付け。合間盛り付ける。召し上がれ召し上がれ。つまりこいつ俺の飯なだけ。それがわかるかな。わかる。だからこの場俺も自己満だけど、この場所変わるラップ一晩でな。それがわかるか。俺もあんたが晩酌だと思ってやってる。それがわかるか。あんたも
池田コーデ俺はかぶる BD 今日この決勝あったわ WBC。判定に入りましょう。審査員の皆様 OK でしょうか。赤コーナー森月龍、青コーナーロンロー、行きましょう。レッツジャッジ。赤第5回激闘ラップ甲子園関西大会優勝は森月龍に決定しました。大きな拍手。おめでとうございます。さすが決勝戦って感じで、先行のね森月龍くんがもう初っ端からエンジン全開でこの決勝戦を待ってたんやって言わんばかりのねもうバイブスで押し切って、でロンロンくんもねバッチリ硬いライム落とし込んでめちゃめちゃ気持ちよかったんすけど、それを熱さで超えるっていうね森月龍くんの熱さが勝ったんじゃないかなっていうふうに思いますね。でもロンロンくんも全然負けてないしめちゃめちゃいいバイブスでいいバトルでした。ありがとう。もう激ラずっと負けっぱやし一歩届かず一歩届かずみたいな、さっきそこでインタビュー受けたんですけどインタビュー恒例の顔みたいなの呼ばれて、いや俺いつもやばいってみんな分かってるけど今日ここでちゃんと証明できてよかったです。神戸は熱い街やし関西は熱い街やねー。激闘ラップ甲子園関西大会チャンピオン森月龍、ここのいる全員をしとって地元の神戸を背負って関西を背負って本戦で暴れてください。優勝おめでとうございます。関西大会 MVR はロンロンステージ上へどうぞ。はい、激闘ラップ甲子園関西大会 MVR ロンロー君、あなたは激闘ラップ甲子園の関西大会に出場して MVR ゲットしたので本戦に出場することを決まりました。おめでとうございます。大きな拍手。本戦で優勝したら全部変わると思うんでこれ背負って戦いたいと思います。ありがとうございます。素直に世界中どこからでもアクセスできる激ラ YouTube チャンネル必ず登録よろしくします。 第5回激闘ラップ甲子園決勝大会の開催日が決定。2024年8月16日金曜日、場所はクラブチッタ。優勝賞金は100万円。今回はまさかの観覧無料。観覧の募集はすでに開始しているのでホームページ、SNS を要チェック。10代ラッパーたちの激闘を会場で見届けよう。激闘ラップ甲子園のオフィシャルプレイリスト更新。ユージン、ソスメ、カエデの最新曲のほか過去決勝大会出場者や若手審査員の新曲を中心に収録。 Apple Music、Spotify、LINE Music、Amazon Music にて配信中。